はい、どうもじゃあササヤンです。本日もニュースをつついていきましょう。森さんの代わりに東京五輪組織の会長は川淵三郎氏へとの流れがあった中、本人から辞退の申し出があり、というか政府からはしごを外されたといった方が適切でしょうけれども、いや参りましたよね。金曜日の朝テレビ番組でもですね、森さんが川淵さんを指名した部分にこそ批判はありましたが、川淵さんの経歴実績をですねパネルでこう、ね、紹介して説明するにつれ、そこにいたコメンテーターも選び方には問題はありだけれども人材としては申し分ない的な雰囲気が漂っておりました。なのでそれほどネガティブじゃなかった状態で、なんで政府が介入して潰しに来たのか、僕はマスコミの世論誘導にはめられたと思っておりまして、今回はそれを検証する動画となっております。僕のおしゃべりを聞いて目のつけどころがいいねと思った方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは早速世論誘導の典型例をご紹介いたしましょうか。朝日新聞より見出しがですね、森氏後任再び80代の男性なら米専門家が問題視ということで、本文を早速読んでいきましょう。女性蔑視発言が批判された東京五輪パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長が辞任の意向を周囲に伝えた。森氏の意向が日本で報道された直後、五輪と性差別の問題に詳しい米パシフィック大のジュールズ・ボイコフ教授が朝日新聞の取材に応じ、世界中が気にしていた、早く辞めるべきだったが辞めないよりはマシだと語った。さあここから世論誘導の仕掛けが始まりますので、皆さんご注目くださいね。ボイコフ氏は元プロサッカー選手で、五輪に関して4冊の著作がある。米東部時間10日深夜に取材に応じ、森氏の発言について極めて攻撃的なものであり、スポーツ界21世紀の社会において容認できるものではないと非難した。森氏の後任は元日本サッカー協会会長の川淵氏が取り出されている。ただし、ボイコフ氏は、もし東京の組織委がジェンダーの平等について真剣に考えるならば、より多くの選択肢を考え、最適な人選をするのではないかと疑問視した。はい、ストップ。皆さん、ここまでの文章、何も考えずに読んでいくと、ああ、そうなんだ、ということになりますけれども、これ、完全に、ここがおかしい文章ですからね。まず元プロサッカー選手と紹介されたこのボイコフ教授、普通どこかのプロリーグに所属していたと書くじゃないですか。でもですね、このボイコフさんのコメントを紹介した記事というのは、これね、朝日新聞だけじゃなくて、僕が確認できただけでもですね、 TBS、ブルームバーグ、中日スポーツがこのボイコフさんの記事取り上げているんですけれども、ボイコフさんがどこのプロリーグに参加していたのか書いていないんですよ。おかしいと思いませんか？イタリアですか、スペインですか、ドイツですか、イングランドですか。まあそこまで一流どころじゃなくてもですね、米国人なんで米国リーグ、メジャーリーグサッカーですかってことで、この人の経歴ウィキで洗ってみたらですね、所属先が判明しました。米国ナショナルプロサッカーリーグのミルウォーキーウェーブというチームに所属しておりました。ナショナルプロサッカーリーグというとなんだか聞こえはいいんですけれどもね、これはメジャーリーグサッカーとは全く別の組織で、別名アメリカンインドアサッカー協会のリーグです。いいですか皆さん、インドアサッカーですよ、室内屋内サッカーですからまあちょっとね、調べたらフットサルとも違うので、なんだろうこれ、米国にある特殊なサッカーって感じですかね。でさらに調べてみたら、このインドアサッカー2017年から2019年の平均観客動員数がですね、1チームっていうか1会場でしょうかね、1会場につき、動員数が3700から3900人レベルです。使っている体育館はバスケットやアイスホッケーが行われているアリーナクラスの施設。これでプロサッカー選手と名乗るのはちょっとね、詐欺に近いと思いますよまあ百歩譲って肩書きとして語るならば、プロインドアサッカー選手でしょうよ。普通のプロサッカー選手とは区別しないといけませんよね。なんかもうこう言っちゃ失礼なんですけれども、あの四国のアイランドリーグだとか北陸 BC リーグのね、野球選手の OB が肩書きとして、私は元プロ野球選手ですって書いてるのと同じなんですけど、これ大丈夫なんでしょうかね、マスコミさんはで、五輪は世界的な舞台であり、世界の注目を集めるとした上で、再び80代の男性がつくならば、これが日本のジェンダー平等だという明確なメッセージを世界に発信することになると語った。はい、これはつまり83歳の森さんが辞任した後、その後釜が84歳の川淵さんであるならば、日本の平等社会というのは超高齢おじさんに支配されているんだね、というね、そういう皮肉を言っているんでしょうけれども、で一方ボイコフ氏は、森氏の発言は個人だけの問題ではなく、五輪が長年抱えてきた性差別の構造の問題でもあると指摘した。森氏の発言についてボイコフ氏は米 NBC テレビに、森氏は去らなければならないと辞任を求める文章を寄稿し、同局のニュースサイトに掲載された。
NBC テレビは過去10大会連続でオリンピックを米国で独占的に放送、さらに32年大会まで放映権を得ており、IOC、国際オリンピック委員会に対して強い影響力を持つが、ボイコフ氏は同局に知人がおり、機構の承諾を得たという、ほうほう、オリンピックの強大なスポンサーである NBC にコネを使って掲載表させてもらったと、そういうふうに白状してるんですね。ある意味すがすがしいやつなんですけども、佐世安から言わせればですね、この男サッカーなど何も分かっちゃいませんよ。後で川淵さんの実績を紹介しますけれども、川淵さんの手腕を知らずに老人だからという、そのただの一点で日本は閉鎖的だの除外すべき人材というのはもうとんでもない年齢差別です。朝日新聞はじめボイコフ教授のこの発言を引用した老害扱いで川淵さんを追い込んだメディアというのは全部もうね、年齢差別ですからね。で、ボイコフ氏は IOC はひどい性差別の歴史を持つと指摘し、1981年まで女性委員がいなかったことや IOC の約3分の2は男性で構成されていることを批判。マスコミの皆さん、ボイコフ氏はあなた方にも喧嘩を売っていますよ。1981年まで女性委員がいなかったことや3分の2は男性で構成されているですって、今のマスメディアの役員幹部に何人女性が入っていますか。ちゃんと人数をシェアしないとボイコフさんに怒られちゃいますよ。はい、それでボイコフ氏は IOC が正しいことをして森氏を辞任に追い込むかが重要だ、不作法な言動を無視することはさらに不作法な言動を生むと述べ、 IOC の行動が鍵になることを訴えていた。おしまいと。僕は昔サッカーをやっていたので、なので川淵さんが日本サッカー協会の会長としてどれだけ日本のサッカーに尽力してきたか、改革をしてきたかをよく知っております。この人のおかげでワールドカップという夢の舞台で日本代表を見ることができていると僕は思っているので、そういった思い入れバイアスがあることを承知で今から僕の話をちょっと聞いていただきたいんですけれども、この川淵さんという人は J リーグを作った創業者です。まあそう言っていいでしょう。そしてサッカーチームはその地域のものだから、チーム名に企業名は入れてはいけませんと言ってですね、読売の鍋常さんと大喧嘩してバカ野郎呼ばわりされた人です。でもですね、世界のスタンダードというのは昔から企業はスポンサーレベルまでになっています。チームと企業に資本関係があっても基本的にチーム名に企業名は入れていません。例えば浦和レッズはですね、現在実質ですね、三菱重工が 60.8%、 それから三菱自動車が 39.2% の株主、ね、構成となっておりますけれども、浦和レッドダイヤモンドというこの響きの中にですね、三菱らしさは残すものの、三菱レッズ FC とならないのはこのためなんです。それからプロ野球の高野連だとかいびつな関係の反面教師としまして、 J リーグは下部組織のチームをね、指導したりだとか、あるいは地域のサッカークラブに出向いて J リーガーが指導するといったことをむしろ積極的に行っております。おかげで今や小中学生は野球人口よりもサッカー人口が多いと言われています。これも川淵氏が手掛けた運動神経の良い子をサッカーに参加させるというね、戦略の一つなんですよね。今聞くと当たり前なんですけども、ほんの30年前はこの当たり前が全くできていなくて、川淵さんが必死で改革して今の当たり前を作っています。川淵さんはサッカー協会の会長を辞めてから少し時間を置きまして、今度はバスケット業界の救世主として登場してきます。2015年でしたかね、当時のバスケットはもうカオス状態で、 NBL と BJ という2つの団体がありまして、もう喧嘩するほど仲が悪くてですね、あまりの仲の悪さとそれから組織のグダグダ感にですね、国際バスケット連盟から締め出しを食らいましてね、日本のバスケットチームはオリンピックに出さない、出場権剥奪というね、前代未聞の珍事件を起こしております。これではですね、日本のバスケは死滅するということで、日本バスケット協会というものを打ち立てて、そこに川淵会長をトップに置き、両リーグの統合を図りました。その結果、現行の統一リーグ B リーグが出来上がりました。そしてうまく統合が図られると、その会長の任務をですね、三谷優子さん、この人はあのバレーボールの三谷さんですけども、この人にバスケットボール協会の会長職をこれ、ね、前乗しているんですよ、託しているんですよね。こういった観点から、川淵さんの起用というのはこのごたごた続きの巨大スポーツビジネスの再建受け負い人として適切だし、女性の登用にも積極的な人です。なのではっきり言って、川淵さん辞退すると聞いて心底僕はね、がっかりしているんですよね。
僕自身は川淵さんのこの会長就任の流れというのは、エアラインの JAL の再建で辣腕を振るった京セラの稲盛会長のようにダブって見えました。 JAL の改革を実行した稲盛さんは神がかり的な経営者だと思います。じゃあこの巨大スポーツビジネスにおいて川淵さん以外の誰がこのゴタゴタを短期に収束できるんでしょうか。森さんを相談役にっていう発言は非常に不用意だと思いますけれども、でも川淵さんを政治の面でサポートできる人って他に誰かいるんでしょうかね。現実主義で現場をやってきた人間が思わず漏らした、本音だと思います。そういえば金曜日の羽鳥慎一モーニングショーでコメンテーターが変なことを言ってました。組織委の会長はお飾りでいいから女性がいいと、あとは組織に任せればいいと、組織がうまくやってくれるんだからって。は？え、その組織はもともと森さんが作った組織じゃねえのかよと。森さんのワンマンが組織を硬直化させたって前日まで言っていた連中が森さん辞めるという流れになったらですね、組織があればトップは誰でもいいという、もうね、適当すぎて苦笑いの連続。あの番組はバラエティとして見れば最高ですよ。あとね、そうそう、川淵さんの事態の裏で政府の意向が働いたとかっていうことじゃないですか。若い人でできれば女性の会長が望ましいって。もうね、実力とか実績がないがしろにされている感じがして聞いてて呆れますよ。政府の支持率がジリ貧だからこれ以上支持率が下がらないようにおっかなびっくりしてるだけ。本当にね、見てて格好が悪いです。そしていつもの悪い癖、エビデンスとかファクトがないと言われてるのと一緒で、政府の意向に理論立てた根拠がないんですよね。戦略がないんですよ。川淵さんの内定を取り消したのはいいんだけれども、じゃあ次の人は誰がなってもものすごいハイプレッシャーになりますよ。だって失敗したらやっぱ川淵さんにしとけばよかったなと、川淵さんだったらうまくできたかもしれないねっていう、そういう風に言われちゃうんだから。マスコミもそれから川淵さんを NG と言った人も、じゃあ誰がいいのかちゃんと理由をつけて適任の人材を推薦してくださいと、提案なき否定はもううんざりですよと。ちなみに僕笹山はですね、あの DNA 創業者で今会長のね、難波智子さんであればね、ワンチャンありだと思っています。巨大組織のマネジメントを知っておりますし、横浜ベイスターズのオーナーでもあってスポーツビジネスにも長けていますしね。ただし上場企業の現職の会長さんなんで、頼んでも承諾してくれるとは思いませんけれどもね。まあそんな感じでですね、あるいはオリンピックをやらない方向で考えているのであればもう誰でもいいんじゃないのかなと。それこそ弁法さんでも森友子さんでもね、能力がない人間を置いておけば自然と辞める方向に向かっちゃうんだからさっていう感じで、今日も話が長くなってしまいましたけども、これくらいにして最後はほっこり謎かけで締めたいと思います。ピンチヒッターとかけまして川淵さんと解きます。その心はスーパースタブはもういません僕なんかも高みの見物みたくですね、どんな実績とどんな根拠と理由で後任人事が発表されるのか、ちょっと別な意味でワクワクしておりますけれども本日も面白かったらためになったという方ですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。笹谷でした。